75名ということになります。その受領した総額は3億6000万円、約ですが3億6000万円ぐらいということになります。で、それについてその石原さんとか内藤さんからもらった書簡を俺持ってるぞとずっと言い続けてです。で、それを世間に受領の時期ですけれども、実は、森山助役が、退任いたしました87年の、5月に退任で、6月にはすで、に第1回の金品贈与が、行われております。大井原発関係で柳田産業を頼むという言葉をつけて、金額ははっきりしないんですが、5万から10万の商品券を渡したという事例でございます。次の変わり目は、いわゆる福島の第一原発の事故でありまして、その後金額それから人数ともに急激に増えてまいります。これは原発の再稼働の問題と、新しい規制によって大規模な工事が増えて工事の金額が増したということが原因になっているのではないかと思われます。森山氏が社会的儀礼の範囲をはるかに超える多額の金品を提供したのは、その見返りとして関西電力の役職員に自らの要求に応じて自分の関係する企業へ工事等の発注を行わせ、そのことによってこれらの企業から経済的利益を得るという構造、仕組みを維持することが主たる目的であったというふうに当委員会では判断いたしました。当委員会としてはいくつかの提言をしておりますけれども、一つはユーザー目線でのコンプライアンス意識の調整を全社で図ってくださいということ、それから内向きの企業体質を改めて、外の風を取締役会等のガバナンスの中に生かしてください。で、そういう意味で取締役会長には社外の人を選任すべきであるという提言をいたしております。これからの担う人たちへの気持ちとしてはですね、そういうユーザー目線でのコンプライアンスをぜひ自分で作ってくれと、自分が今やっている行動は正しいだろうかどうかっていうのをユーザー目線で考えて自立、自分で律するという、そういう精神構造を持ってもらいたい。